花です。あ、間違えた、花です。かずみです。はい、今日はちょっと鼻声なんですけど、風邪ひいても、風邪ひいてもうた。今日は、アナトミカのデニムを使って春のルックブックをやっていきたいと思います。イエーイイエーイ。一昨年のな、クリスマスにな、はい、2人でお揃いのデニムを買ってんな。うん、それがアナトミカの今ちょっとここに置いてあるんですけど、かわいい。そうデニムなんですけど、まあ、これを使ってちょっと春コーデを紹介していこうかなと思います、はい。でもアナトミカのデニム使うんですけど、別にデニムコーデとしてもな、全然見ていただいて大丈夫なんで。そうだね、アナトミカのデニムの紹介&ルックブックということで、はい、2本お届けします。はい、1本ですが、はい、まず最初に、ね、形をちょっと一緒にみんなで見ていって、 そうですね、そこからルックブック、4コーデぐらいかな、はい、やろうかなと思います。っていうスケジュールになりますなんか仕事みたいなので最後まで見てくれたら嬉しいです。はい、はい、じゃあ今から説明しようかな。イエーイ、ここにいます今日ちょっと新画館ということで、はい、デニムをちゃんと解説していきたいから、ちょっと花ちゃんのねこの着こなしを見ながらちょっといきたいなと思います。アナトミカほんといっぱい種類あるんですけど、今回は、マリニン1、はい、618マリニンで、通称、マリニン1と呼ばれるな、デニムを、紹介していきます。で今花ちゃんが入ってくれてます、それをな。でこのマリリンっていう名前は、なんかマリリン・モーローさんが入ったデニムを、ね、元に作られたから、そういう名前になってるみたいですね。まあ、一番の特徴は、このウエスト、もうギチギチのウエスト、ギュンギュンのウエスト、伸びるからって言って、ちょっとなんかサイズ結構ガッチリ。そう、なんか店員さんに聞いたんですけど、最初はなんかこうウエストギュンギュンの状態で、徐々に履いていくと慣れていって、こうウエストが広がっていくのを楽しむっていうのもなんか一つって言われてて、だからもう大事に育てられるっていう。どう履いて、長いこと最初よりかは馴染んでるけど、やっぱ、ウエストギュンギュンかな、なんか他のデニムに比べて、まあ、でもそれがいいところでもあるから、まあ、今なインしてるからっていうのもあると思うけど。そうだね。そう、でもこうウエストが食ってしまってるね、もう、引き締まってすごい、ハイウエストで履くようなデニムやな、ヒップがねすごいこうゆとりがあるな、ここから。そう、なんか女性らしいね。そうそうそう、てかこのパンツなんか、まあ、メンズっていうかレディース の、ヒップとか体の体型に合わせて作られたみたいで、だから結構このお尻が結構大きめ、大きめで丸みのなシルエットが特徴やな、でファイブポケットのもうめっちゃベーシックなスクリーンのデニム、でね、ここにねアナトミカの A が入ってます。これかわいいな、ロゴ夜勤やで、これ夜勤。そう、タックインしたらよく見えるので、これもなんかポイントかなって思います、生地はな結構あれやな、なんか軽いよな、なんか、いや軽いしね、柔らかいの生地が、他のデニムもそうだけど、結構最初ね固めっていうか、だんだんこう柔らかく育てていくっていうのがあれなんですけど、これ最初から柔らかいからね、ウエストギンギンだけど柔らかいから履きやすいっていうのもあるし、馴染みがいいよな、馴染みやすいデニム。で、裾もね、これ結構フルレングスで作られてるの、丈が、だから裾折り返しても楽しめます。いや、私個人的にお気に入りなのがこのステッチが可愛くて、なんかロールアップした時にねこれが見えるのが可愛い。あ、そう、これステッチじゃなくてあれなの、セルビッチって言って、シャトル折り機っていう、古い折り機があるの、それで折るとこの耳の端がこの赤になるんだな。それは可愛いの、赤になってるの。そうそう、だからこれセルビッチの耳の端使うとめっちゃ生地、そこ端をここに持ってこなあかんから、取るのめっちゃ大変なんです、でもそれをアナトミカやってるから、いいもの作りをしてるなっていうのの証明なんや、これは。なるほどね、セルビッチっていうか、ウサビッチみたい全然違うやん、これがアナトミカの、デニムの特徴かな、解説かな、でレディースやから本当はあれなんですけど、僕もなんかこのシルエットがすごい好きだったんで、僕も一緒にレディースを買いました。選手交代レディース。はい。でも意外とさ似合ってるよね。そう、レディースの人が履くわけじゃないから、やっぱこのヒップの余りがどうしても出ちゃうんだけど、いい感じに馴染んでる気がするけど、ちょっと細くないと無理かもしれないですね。ああ、確かにね、体型によってはね。そうそう、サイズ上げてもらっても大丈夫だけど、ちょっと女性用に作られてるので、そこはちょっと懸念点かな。こっちの方がすごい。そうだね、かずみくんは似合ってたこっちの、なんか中性的なファッションにするにはいいかなと思って、
全然1と2じゃ全然形も違うので、うん、まあ、もし気になったら店頭に行って試着してみるのがおすすめかなって思います。そうやな、そんななんかオーバーサイズで履くものじゃないから、うん、そうだからネットとかでスパンってこう買うのはちょっと、うん、あのおすすめしないです。まあ、店舗は結構いろんなところにあるので、うんうん、東京とかねいろいろあるのでぜひ行ってみてください。はい、じゃあ行きましょう。はい、1個目でーす、はい、1個目はこんな感じでーす、はい、じゃん。今回はあの僕がフルレングスで、はなちゃんがちょっとロールアップ、ロールアップ、これちょっと分かりやすいですよね、これね、うんうん、なんかフルレングスにするとちょっとこうシルエットががっつり分かりやすく出る感じなん でロールアップにするとちょっとあの、うん、雰囲気も柄とかはでちょっとねすっきりした感じだな。ポイントは、うん、デニムは絶対赤を合わせた方が可愛いので、うん、赤ボーダーをインナーに取り入れました。春のアウターはデニムジャケットをたくさん着たいなって思うので、うん、そのデニムをデニムでちょっとねあのこんな感じデニムをデニムで、うん、まあ、です、はい、春はデニムをデニムがおすすめです。そんな感じでした、私のコーデは。うん、まあ、花ちゃんが赤ボーダー着てるからな、それちょっと合わせて赤肩掛けして、うんうん、まあ、やっぱレディースやからノーカラーのジャケットとかってよく合うよな、うん、花ちゃんもノーカラーやけど、うんうん、原色使ったコーデとかとかよく合いそう。いやデニムはよく合うね、うん、僕が持ってるなんかメンズのデニムとかだと、うん、なんかこういう感じの合わせするとちょっと浮いたりするんですけど、うん、やっぱこのレディースのデニムやからできるっていうところは結構あるかも。そうだね、うん、よく似合ってるわ。あざーす。はい、じゃん。はい、てな感じで、じゃあ次行きますか。はい、次行きます。せーの、はい、2個で目でーす。はい、2個で目はバブアを合わせてみました、2人で。はい、さっきよりちょっと渋いんですけど、うん、私は、スペインの形を合わせてみて、ショートだけで合わせてみました。渋いけど、うん、あのデニムがな、やっぱ丸みがあるから、うん、 そうだね、そんなこうかっこよくなりすぎなくていいな。そう、ちょっと女性らしいシルエットなので、うん、この渋いジャケット合わせても全然いいです、うん、中和される。うん、あとはなちゃんあれやな、ショート丈やからジャケットより背が高く見えるというか、うん、うん、はなちゃんはあの短丈選んだからちょっとまあ差つけようかなと思って、お揃いすぎてもあれやし、うんうんうん、はなちゃんは割と色味がない感じなんで、うん、こう並ぶんやったらまあブレディを取り入れといて、うん、あと靴もちょっと明るくして優しくしようかなっていう感じですね。いいですね。はい、では次いきます。はい、せーの、はい、はい、参考点目でーす。はい、カンカン。はい、参考で目はちょっとジャケットスタイルで合わせてみました、うん、2人ともっていうかロールアップの方もやっぱなんだかんだ使う時多いよな。そうだね、ちょっと白見せたいので、うん、そうやっぱどうしてもロールアップすることがあるんですけど、うん、まあ、でも、まあ、ちょっと少し重たくしたいなっていう時とかはちょっとあのフルレングスで履くことがあります。何、うん、やかなちゃんほとんどない動画に合わせて今あるって言おうとしたな。ほとんどないです、はなちゃんロールアップ。はい、私はないです。でも彼はあのフルレングスで履くこともあるな。そうだね、うんうん、これ俺のジャケットやん、これ盗んだ。可愛いな、これストライプにな。そう、なんかあのね春っぽい、1個で目の時に原色が合うよって言ったんですけど、この青もねすごい合うんですよ、うん、でよくこれもねあのコーディネートで組んでるんですけど、うん、インディゴなのでこの青のねこの薄めの色とよく合うんです、これが。いいね。そう、それにちょっと柔らかい色味のベージュを付け足すことでいい感じのコーデが出来上がりました。すごい春っぽい、なんか春です。春、はい、で僕はそのさなちゃん親からこういう感じで、うん、アペセの青のトートバッグと、うん、どうすか。いや、いいですね、この使いも完璧です、この青の色拾って。やはりね、ズバリっていう感じで、うん、春ですね、やっぱ、うん、すごい春っぽいなんか青の色を拾って、うん、この春の小物とかシャツを合わせることで一気に春のデニムコーデが完成しました、うん、いいな、やばい、狭い、なんとかしたい、これなんかシート広げたいな、これなんか広げたいね、1万人いったら広げるって感じですよ。1万人いったらシートあの拡張しましたしょうもない気分。せーの、はい、最後のコーデでーす。はい、ごめんなさい、間違えた。最後は、うん、ニット合わせてみました。はい、2人でカーディガン、はい、カーディガンを合わせました。可愛、うん、いな、ちょっとゆるゆるな感じが、これ春っぽいよな、うん、うん、
ちょっとアウターだけじゃね、なんかあれやからな。そう、うん、私はちょっとオレンジっぽい感じでまとめて、うん、デニムにオレンジとかよく合うな。うん、うん、スカーフも、ね、そう、スカーフもポイントで入れたんです、うん、なんかさっきからスカーフとかもなんか2人とも使ったりとかしてるけど、まあなんか華やかになるよな、デニムのコーデでも。そうだね、うん、でも、はなちゃんがちょっと暖色で女性らしく合わせたのに比べて、僕はちょっと寒色で、うん、こっちの方がメンズ向けかな、うん、ちょっと寒くまとめてる感じ、うんうん、私はタックインしてちょっとあのウエストラインをギュンギュンの見せたんですけど、うん、彼はタックアウトでちょっとあの、うん、まあちょっとゆとりのあるコーディネートになったかな。そうだね、あの、うん、ロールアップもちょっと花ちゃんがしてるのに対照的にちょっとあえてたまらせてカジュアルにしてます、うん、はい、確かにカジュアルにしたい時はやっぱりあの、うん、フルレングスで履きたいな。そうだね、うん、早く1万に完成して買いたいな、このマット。本当にマットね、狭いな、うん、本当に1枚くらいのマットに買いたいですね。手柄冗談で、まあ、こんな感じで、はい、です、はい、です。もう一回やって。使えよ、絶対これ。え？もう一回やって。使ってや。はい。ってことで今日は、うん、アナトミカのデニムを使った春コーデのルックブックでした。はい。どうだった？よかったんちゃう？うん、楽しかったな。うん。うん、だけ？私はもう普段から結構デニム履いてて、うん、もう本当に大好き。なボトムスで、まあ、欲しかったアナトミカを手に入れて、うん、それでルックブックできて、私はもうめちゃめちゃ楽しかったですね。アナトミカ多分好きな人多いんじゃない、見てくれてる人だったら、うんうん、結構もうシルエットが綺麗だから、うん、なんかもうスタイリングがすごいバチッと決まるね、うん、女の子のデニムで何やろうな、もう頂点というか。ということで、まあこのルックブック見て、まあ、気になった人はね、うん、ちょっと店行って履いてもらって、うん、でアナトミカじゃなくてもあのデニムのねコーデとして参考にして、そうだね、うん、嬉しいので、はい、はい、もう春はねデニムいっぱい履いてほしいです、うん、みんなに、うんうん、デニム好きだよねみんな。どうなのかな、うん、あのコーデ私たちあの組んで、うん、あの皆さんにお届けしたんですけど、これ合わせた方が可愛いよとか、うん、っていうお洋服とか小物あったらぜひ教えてほしいですね、うんうん、みんなの合わせも知りたい、そうみんなの合わせも知りたいので、うん、そちらもぜひお待ちしてます、はい、はい、次回の動画は、うん、そうやな、次回そうか、そう、うん、次回はポップアップ、彼のポップアップ、うん、潜入、私が潜入したいと思いますので、はい、はい、まあ、私も手伝うんですけど、うん、はい、来週ねポップアップあるので、うん、ぜひ詳細書いてきます、はい、はい、詳細書いておくので、あのぜひぜひ遊びに来てください、うん、はい、ということで今回の動画はこれで終わりです、はい、では次回の動画でお会いしましょう、せーの、バイバーイ。